森岡市立下橋中学校は、岩手県森岡市万場町にある公立中学校。県内で一番長い歴史を持つ学校であり、下中の通称で呼ばれている。校庭に、石川拓木の歌碑がある。拓木の二年上級で、少年時代より晩年まで信仰が厚く、固い友情で結ばれていた、近代地京介が拓木の歌を後年書いたもので、1977年秋。 給食員有志により混流された。運動部野球部、バスケットボール部、ソフトテニス部、バレーボール部、柔道部、剣道部、陸上部水泳部、合唱文化部科学部、美術部、吹奏楽部生徒会執行部、学年委員会選挙管理委員会、合唱委員会、保健委員会、エコ委員会、応援委員会、生活委員会、図書委員会、JRC 委員会、 報道委員会学校教育目標の中の切磋琢磨と誠実の二つの言葉は卒業生の近代一京介が創立70周年及び80周年の際に後輩への指針として自ら筆を取って書き残したもの。ありがとうございます。